どうも、ねずっちです。岩手県の理髪店にですね、なんと熊が侵入したんだそうです。髪が伸びたのかね？そんなわけないね。お店の店主はですね、外に逃げたために無事だったと言うんですよ。よかったですね。本当は理髪店ですけどね、怪我なくてよかったなってちょっと思いますね。熊が去った後、店内はですね、カーテンが壊されたりとか、瓶なんかがね、こう倒されていたと言うんですけど、怒ってたのかね、クマはね。多分怒ってたと思うね。だって理髪店ですから、カットしていたと思いますよ。ねずっちです。ではまた。